ジョージアの国名では、南高架カソスにあり、日本語でジョージア、またはグルジアと呼ばれている国家の名称について解説する。英語圏で使われている同国の外名であるジョージアの語源は明らかではないが、ギリシア語起源説、キリスト教の聖人説、ペルシア語起源説などがあり、これらのいくつかが合わさった説もある。ジョージア国政府は、ラテン文字表記のジョージアを、 基準的な外がと定義しており、ロシア語由来とされる外名グルジアの使用を積極的に排除しようとしている。ジョージアの旅券の表紙。国名はグルジア語と英語で表記してある。ジョージア国内で自国を指す内名は憲法第2条1項に定められたサカルトベロである。同国の多数民族を指すカルトベリという語はもともとグルジアの東部にあたる地域を 統治したイベリア王国の中心であるカルトリ地域に住む人を指すが、9世紀までにカルトリという語は中世グルジアの全地域に住む人を指すようになった。また節舟時の左王は、が住む場所の意味であり、には民族名が入る。国名がカルトリに由来する原因としては、その時期にグルジアの政治実態と文化が芽生え始めたことが考えられる。 サカルトベロという名前が初めて歴史書に現れるのは800年頃、ジュアンシャル・ジュアンシェリアにが書いた、グルジア年代記である。その後200年間、サカルトベロの意味は徐々に変わり、1008年に、バグラト3世が、アブハジア王国とタオクラルジェティを統一して、グルジア王国を成立させると、サカルトベロは全グルジアを指すようになった。しかし、 それが公的に使われるには13世紀までかかっている。15世紀にグルジア王国が崩壊して、イメレティ王国、カヘティ王国、カルトリ王国など3つの王国と5つの公国が成立しても統一したグルジア国の記憶は人々の心に残った。そのため、この時期の王たちはグルジア王の称号を決して捨てなかった。十八世紀の王族バフシティ王子が書いた。 グルジア王国の記述も統一グルジアを堅持した。彼の生きていた時代、グルジアは現実にはいくつかの王国と広告に分裂していたが、彼はそれらを一つの国として扱い歴史書に表現した。他のカルトベリ語族の言語でも似たような表現が使われている。メグレル語ではサクアチャオ、ラズ語ではオークリチュアラ、スバン語ではサカートベイロ、アブハズ語では キルテイラであるヒカルトベリ語族の言語では、リトアニア語で2018年から、従来のグルジアにあたる故称の使用を取りやめて、サカルトベロに対応する故称へ、ソトナを変更することが発表されているが、それぞれグラジージャ、サカートベラズという故称である。ゴーガナイアと示したフラマウロの世界図。カルトベリ語族以外の言語でソトナとして、 サカルトベロに由来する呼称を使用するのは、エスペラントのカートベリオカルトベリオなど、ごく少数であり、他の言語では以下に挙げるような別系統の呼称が、大部分を占めている。国連公用六個徒における外名は次の通りである。セゲオルギオスのイコンジョージア憲法の、公式英語訳では、第一条三項の国名を定めた部分に、オラテン文字表記で、音韻転写した。 サカートベイロではなく英語圏で使用される外なの。ジョージアが当てられており、パスポートの表紙にもジョージアと対処されるなど事実上これが政府によって基準的な外名と定義されている。同じジョージアの綴りでも言語別の発音はラテン語でゲオルギア、英語でジョージア、スペイン語でヘオルヒア、イタリア語でジョルジャ、ルーマニア語でジョルジアと異なる。 この他、ラテン語のゲオールギアと同系統とされるものには、北ゲルマン語群の諸語でゲイア人と表記するゲオルギエン、フランス語表記のジョージ、ポルトガル語表記のジョージャなどがある。これら西欧から北欧にわたる古称の由来とされるゲオルギアの語源は、確実には定義されていないが、いくつかの説がある。ジャック・ド・ビトリーとフランツ・フェルディナント・フォントロイロ派の説では、 グルジアで、テトリ・ギオルギがよく知られていることから、これを語源としている。ジャン・シャルダンなどが支持した説では、ゲオルギアの語源をギリシア語の、ガンマイプシロン・オメガ・ロー・ガンマ・アルファーと、ガンマイプシロン・オメガ・ロー・ガンマ・アルファーとしている。この説を支持する証拠として、ショープリニウスとポンポーニウスメラの著作には、ゲオルギという農耕民族が登場する。この名付けの理由は、パンティカパエウム側の対岸にいる。 放牧民族との区別である。ゲオルギアという語は11世紀、または12世紀にペルシア語のガーグとガーガンに由来するという説もある。この2語は古代ペルシア語とパフラビー語のビハケインとウォーカンから来ている。その語源は不明だが、パフラビー語にはバルキャナという語があり、コアルメニア語のバークに連なる可能性もある。エルグージャ・キンティビズなどは、 ギリシア語説とペルシア語説を相入れない二説とせずに、ゲオルギアという名前はギリシア語とペルシア語の両方の影響が合わさったとしている。英語圏では単にジョージアと呼称した場合、故障の由来のみならず、地理的、歴史的にも何ら関係のないアメリカ合衆国のジョージア州と混同される恐れがあるため、特に国家の方をジョージア国、アメリカの州をジョージア州と呼び分ける場合がある。 グルジア語におけるアメリカの州の故障はジャージアである。1996年、ジョージア国首都の飛びりしと姉妹都市関係にあるアトランタでオリンピック開会式が取り行われると入場行進においてジョージア選手団が特に大きな歓声で迎えられたエピソードは広く知られている。日本で英語名のジャパンをかな転写したジャパンが頻繁に使用されるのと同様に ジョルジアは英語風の自国の故障として意図的に使用される場合があり、例えば航空会社のジョージアンエアウェイズは英語名のオンインジョージアンエアウェイズを自国語に転写したブランド名を使用している。英語名のジョージアはロシア語へのオンイン転写も行われており、キリル文字ではジョードジア、ロシア語発音 D、オーズチと表記される。例えば、 ニュースサイトのシビルジョルジアはロシア語名を税ではなくとしている。漢字文化圏では台湾が英語名のジョージアを翻訳し、京オサムアと表記する。ヒベリアと記したポイティンガーズ。イベリアの語源はギオルギメリキシビリの主張によるとアルメニア語のバーク、アイバークとアイバークにあり、これらはすべてカルトベリ語族のスバーに連打なるものである。なお、 スバーの頭文字 S は、説刀時である。さらに、イバネジャバヒシビリの主張によると、民族を指すスバーの語源は、バート、アルメニア語で、やはり、民族を意味する、ベリア及びビリアにある。ジョージア国のアルメニア語名はベラストン及びバック、である。民族としてのクルジア人はアルメニア語ではベラッチナーで、あり、これはそのまま、イベリア人を意味する。 ムハンマド・ビーク・グルジオ・ジヒョードル2世が作成させたロシアの地図。イーベリア・西部グラシン・インペリウムという一文がある。ヘッセル・ゲリッツ出版。一般にロシア語由来とされる外名ゼーグルジアの語源としては単にグルド人の土地を意味するグルジスタンからの天下に過ぎないという説がある。その根拠はトルコ語やペルシャ語でもグルジスタンに類似の発音であるとし、 辻原康夫説では、うちなカートベルアイやサカートベイロも本来は、グルドと、同婚という。当該国及び民族と、歴史的に関わりが深いイランや、その他のイスラーム教国では、当該国を、グルジと呼ぶことも、一般的である。イラン百科事典に引用された、ラング説では、英単語のジョージャンスは、このペルシア語のグルジか、アラビア語のクルジに由来し、 国の守護聖人聖ゲオルギオスに由来するという説は、広く知られてはいるものの誤りであるとしている。ロシアの文献でゼイが、初めて確認されるのは、1389年の、イグナティスモールニエーニンの気候に見る、ガーシーと、アファーナシニキーチンの1466年から1472年の、著作に記された、ガーズインスカイアジマリアである。このロシア語名が、 スラブ語派の各言語や歴史上においてロシア帝国と関わりを持ったいくつかの国の言語に持ち込まれたことは口述する。日本では20世紀後半から21世紀初頭までグルジアと呼ばれていたが口述のように明治から昭和時代中期までは主にジョルジアが用いられていた。同様に現代ヘブライ語では であるが、ソビエト連邦からイスラエルの移住者が増加する1970年代までは、とも使われていた。クルジア系統の、外名を使用している言語にはチェコ語、ポーランド語、ブルガリア語、セルボ、クロアチア語、スロバキア語、スロベニア語、ベラルーシ語、マケドニア語、ウクライナ語等のスラブ諸語やトルコ語に代表される、チュルク諸語、そしてエストニア語、ラトビア語、ハンガリー語、 ヘブライ語、ペルシャ語、クルド語がある。2005年8月、中イスラエル大使のラシャ・ジュバニアは、ヘブライ語話者に、グルジアではなくジョージアと呼ぶよう要請し、イスラエル政府は、この要請への態度を明確にしていないが民間では、主として、ジョージアが徐々に使われている。2009年12月には、同じ要請がリトアニアに発され、国家リトアニア語委員会が調査に着手。 その結果、2017年9月に国会議長のビクトラス・プランツケーティスが2018年以降はグルジアの使用を取りやめサカートベラズ・サカルトベラスにソトナを変更すると発表した。リトアニアによるソト名変更はソビエト連邦構成国を前身とする国家では初の事例とみられる。2011年6月には韓国との外相会談で韓国語のソトナを 腹に変えることで合意したただし、北朝鮮では韓国での故障変更後も、グルジアが引き続き使用されている。日本では口述のように、2015年4月から、グルジアから、ジョージアへ、外名が変更された。日オサムアを使用している、台湾以外の漢字文化圏では、グルジアを翻訳した、各基地が、中華人民共和国の大陸部で、また、 カクロキチアが香港で使用されている。開国後の日本では、ロシア帝国の非支配下に置かれていた統治について、ロシア語由来のグルジア、もしくは英語のジョージアをオンイン転写したジョルジアの二通りの外名が用いられていたが、1918年にグルジア民主共和国として独立を回復した直後は、ジョルジアの方が優勢を占めている。この ジョルジアは20世紀半ばまで広く用いられ、1956年の日ソ共同宣伝以降は共産権の報道に強みを持つラジオプレスでグルジアが用いられたこともあり、次第にグルジアがジョルジアに対して多数を占めるに至った。1991年のソビエト連邦の崩壊による再度の独立回復により、旧ソ連時代に用いられたロシア語は、 公用語とされなくなった。そして1992年4月に日本との国交が樹立されて以降はモスクワを経由せず現地の情報が直に日本へ入るようになったこともあり、特に多数民族のカルトベリ人の間で根強い反路感情についても周知される機会が増加している。そうした経緯から2000年代半ばより特許分野や一部のワイン輸入事業者などで 実質的にジョージアが使用されるようになった。2008年に南オセチアの独立主張をめぐって、ロシアとの間で勃発した南オセチア紛争はこの流れを決定づける契機になり、国際通貨基金でも2012年版の IMF を通じた日本の技術支援活動等に関する年次報告書ではジョージアを使用している。 こうした情勢の変化も後押しする形で2014年には、両国の首脳会談で、日本政府に対して、グルジアの使用取りやめ及び、ジョージアへの外目変更が正式に要請されるに、いたり、日本では2015年の在外交換の名称及び、一並びに、在外交換に勤務する外務公務員の給与に、関する法律の別表改正を経て、同年4月22日より、 ジョージアを正式な外名とした。生態の変革などを理由とする場合を別にして、日本政府が外国政府から個別関係下で行われた要請に基づき外名を変更したのは1986年以来に例目である。マスメディアでは政府による外名変更を受けて一斉にジョージアへの切り替えが進められたが、一部ではジョージアと以前の外名もしくは現在の外名を 格好書きで並木する事例も見られる。なお、ジョージアは2000年代以前に全く使用例がないレトロニムではなく、早い時期では対象から昭和初期当時の主流、ジョルジアの表記揺れという形で、少数ながら使用例が見られる。一方で、グルジア語、グルジア文字、グルジア料理などは、ポリティカルコレクトネスの観点から、ジョージア語、ジョージア文字、 ジョージア料理などに置き換える事例も見られる反面、国名に比べると言い換えが徹底されていない傾向がある。また、英語で慣例化されている国と州の混同を避ける、カントリー・オブ・ジョージア及びステート・オブ・ジョージアの呼び分けと同様に、米・ジョージア州特別を付ける目的もあり、1995年の憲法採択以降は、正式名称に生態を含まないながらも、 ジョージア国とする要例が当事国の大使館を含めて確認される。出典の書子情報出典以外の資料発行都市順。ありがとうございます。